点滴灌えで栽培される、ドウ点滴灌えとは、排水管、チューブやエミッタ、弁などからなる施設を用い、土壌表面や根群域に直接ゆっくり灌え水を与えることにより、水や肥料の消費量を最小限にする灌え方式であり、トリクル灌えやマイクロ灌えとも呼ばれる。近代的な点滴灌えは農業において、1930年代に、 発明され、それまでの無駄の多い淡水灌えにとって変わった、スプリンクラー以来の最も大きな技術革新となったと言われている。点滴灌えには、点滴エミッタの代わりに、微量スプレーヘッドと呼ばれる、正面積へ散水するための装置を用いるものもある。これらは主に樹木や果樹など、比較的根群域の広い植物への灌えに、用いられる。 永続的もしくは一時的に的化管や点滴灌えテープを作物根群域やその下方へ埋設するものは地中点滴灌えと呼ばれている。地中点滴灌えは水資源の限られている地域や下水処理水を利用しているような地域における列作物への灌えに広く使われるようになった。個々の導入にあたり最も適切な点滴灌えシステムや 部品の選択には、地形や土壌、水、作物、高地の微気象などの条件を慎重に調べなければ、ならない。点滴灌溉は灌溉の一種であり、農地に張り巡らしたチューブ内に水を流し、チューブのところどころに開けられた穴から水を、作物の周囲の土壌に適化することによって考えする。従来の考えと比べて、水の節約になると言われており、また、 液体肥料や薬を水に混ぜて散布することも可能であることから乾燥地のみならずハウス栽培などでも植物の効率的な栽培として利用されている。天敵管外の原型根の近くに設置されたチューブに水を流し込んで根の周囲だけを管外する土中に埋めた土器を水で満たし水が土中へじわじわと染み出るタイプの天敵管外が古代から用いられてきた。 近代的な天敵灌外の開発は、ドイツで研究者たちが土管で作った、灌外研排水システムを用いた、地中灌外の実験を行った1860年に、始まった。1913年、EB ハウスが、コロラド州立大学で、地下水位を上げずに、植物の根群域への水の供給に成功した。1920年代に、ドイツで、 穴が開いたパイプが売り出され、1934年に、OE ロビーが、ミシガン州立大学で、多孔室ホヌのホースを通して、灌え実験を行った。第二次世界大戦中及びその後、近代的なプラスチックが出現したため、点滴灌えの大幅な改善が可能になった。プラスチック製、マイクロチューブや様々なタイプのエミッターが、ヨーロッパや米国の温室で使われ始めた。 近代的な点滴考えの技術はイスラエルで、シンハ・ブラスト、彼の息子イシャアイアーフによって発明された。微粒子による目詰まりが起こりやすい、小さな穴からの水の滴下の代わりに、より大きい、より長い水路を通して、摩擦を利用して、プラスチックエミッターの中の水の流れを遅くした。このタイプの、初めての実験的システムは、当時ハツアーム機物の組合員であった。 ブラスがネティフィムという会社を設立した1959年に確立された。彼らは初めての実用的な地表面点的エミッターを開発し特許を取った。この方式は非常に成功し、その後1960年代末にはオーストラリア、北米と南米広がった。米国で1960年代の初めに、 デューホースという初めての点滴テープが、チェイピンウォーターマティックスのリチャード・チェイピンによって開発された。点滴管外装置の外観部品大抵の大型点滴管外装置には、小さな水中の粒子で狭い流出経路が詰まるのを防ぐために、いくつかの種類のフィルターが取り付けられている。現在、目詰まりを最小限にする技術が提供されている。 飲料水は水処理工場ですでにろ過されているので、いくつかの住宅用システムではフィルターなしで設置されている。とはいえ、ほとんどすべての点滴管外装置ではフィルターを用いることが推奨され、フィルターが取り付けられていない場合は保証を受けられない。点滴管外と地中点滴管外は下水処理水を使用する場合にもっぱら使われている。 大抵規制により飲料水基準を満たしていない水を空気中に散布することが禁止されている。点滴灌外装置で水を与える方法を取る場合、表面に散布し徐々に溶解させる伝統的な施肥方法は効果的でないことがある。そのため、点滴灌外装置ではしばしば灌外水に液肥を混入させる。これは液肥混入灌外法と呼ばれる。 液飛混入管外法と薬品混入管外法は角膜ポンプやピストンポンプ、ベンチュリーポンプのような注入装置を使用する。薬品は装置が管外している時に常に混入し続ける場合もあれば断続的に与えられる場合もある。最近の大学のフィールド調査からゆっくりとした吸水速度で液飛混入管外を行った場合、 伝統的な施肥法と小型スプレーヘッドによる管外の組み合わせに比べて最大で95%の肥料を節約できたことが報告されている。適切に設計、管理されれば植物根に水がより適切に与えられるため地表管外やスプリンクラーに比べて天敵管外は蒸発と深部への排水を減らすことで水の節約を促進する。加えて 点滴灌えは、水が歯に触れることで広がる多くの病気を防ぐことが、できる。水の供給が非常に限られている地域では、最終的に水消費量の削減には結びつかないかも、しれないが、以前と同量の水でより多くの収量を得ることが、できる。非常に乾燥した地域や砂地では、できるだけ、ゆっくり灌え水を与えることが重要である。 流出や深部への浸透を減らすことで一度に植物に与えられる水量を減らすパルス考えが行われることがある。パルス装置は一般的に高価で頻繁なメンテナンスを必要とする。これらの理由からエミッター製造業者の間では 1L、アワーズのような超低速で考え水を運搬する新技術の開発に努力が注がれている。 ゆっくりかつ均一に送水すれば、高価で複雑なパルス運送装置を使用しなくても、水利用効率をより改善することができる。点滴管外は畑、ビニールハウス、住宅の庭に使用されている。点滴管外は、深刻な水不足に悩む地域やココナッツ、コンテナ栽培の庭木、ブドウ、バナナ、ナツメ、ナス、シトラス、イチゴ、砂糖キビ、麺、 トウモロコシ、トマトのような作物に広く適用されている。庭天敵灌外キットは、庭を持つ、人々の間で人気であり、タイマー、ホース、天敵港で構成されている。天敵灌えの利点としては、以下のようなものが挙げられる。天敵灌えの欠点としては、以下のようなものが挙げられる。適切に導入されないと、水や、時間や、収穫の無駄が生じる。 地形、土、水、作物、生物気候的な条件、点滴考外システムと、その構成要素の持続可能性といったすべての関連要素の注意深い検討が必要とされる。エメターやドリッパーと呼ばれる、森田刺激編、根のデザイン、根が作る食料と、環境、東京、養犬堂2003年。ありがとうございます。